皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、の野隆です、えー。今日もですね、まあ、私の、えー、著書ではなく、本の紹介をしたいと思いますで。今日のタイトルはこちらです。仕事に追われない仕事術ということで、えー、外人さんですね、マーク・フォースターさんが書かれています。えー、本になります。まあ、この本の紹介と、まあ、私がこの本の中でどんなことを築いたかっていうことをお話ししたいと。 いう,ふうに思いますで、えー、軽く概要をお話しすると、えー、内容としてはマニャーナの法則って、まあ、副題にあるんですけども、まあ、その、えー、やり方について、えー、書かれている本です、まあ、仕事術って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そんな本になっていますで、えー、最初の章で、まあ、時間管理の考え方ということで、まあ、あの仕事に追われてたりとか時間に追われてたりするんでまあ、えー 困ってますよね、みたいな、えー、この考え方みたいなことが書かれています。で、二、えー、つ目のところで、えー、本題のマニアーナの法則っていうことが、えー、書かれていて、まあ、これ、どういう法則かっていうと、まあ、最優先の仕事を一つ決めて、まあ、その最優先の仕事から取り掛かりましょうということで、で そこにこう何か別のことが入ってきたら、まあ、基本的にはその場ではやらずに、明日以降に回しましょうと。で明日は明日でまたそのリストを作って、そのリストの中から大事なことが1個決めて、それに取り組みましょうみたいな。そんな書き方、やり方をすあの書かれていますということ。で、えー、最後の章のところで、えー、ダッシュ法ということで、まあや、やり方みたいなことが書いてあります。 でまあ、これどういうことかというと、まあ、その時間をある程度きっちり決めてその時間帯は必ず、まあ、その仕事に集中しましょうと、まあ、他のことは一切受け付けないよということで,でその時間だけ集中してでその、えー、仕事が終わったら仕事っていうか時間が終わったら休憩しましょうみたいな、まあ、そんな、えー、やり方をしていますということが書かれている本です。 で、えー、概要はもうこのくらいしかお話ししません。あのー、ちょっと興味があるなと思ったら、まあ、ちょっと読んでみていただければというふうに思います。概要欄のとこにリンクは貼っておきます。で、えー、本題は、まあ、それで私がどう思ったのっていうところが、まあ、ここでお伝えしたいことなんですけども、まあ、私はこんなふうに思いました。で、まず、うん、その、 時間管理っていうのは、まあ私の本の中ではこう、これは行動管理ということを、えー、提唱していて、でまあ、行動って言ってる以上、まあ基本的にはタスクを管理していきましょうということです。で、あのー、やっぱりこれもその優先順位を決めるってことなんで、タスクがいっぱいある中でどれかって選ばなきゃいけないっていう状況を ま,あまず作ってはいけないということになるはずなので、まあ、あのどうしなきゃいけないかっていうと、えー、早くやっておく、まあ、先取りをしておいて、でえー、後ろの時間はなるべく空けておいて、それをこう緊急なことに備えていくという方法を取るべきじゃないかなというふうに思っています。なので、本の否定というわけじゃないんですけども、もしその 集中しなきゃいけないことがあるんだとしたら必ずその早くやっておいてまず時間を空けておくということが必要だというふうに思ってます。であのー、2つ目はその何か入ったら先送りしましょうみたいなことがちょっとやっぱ書かれていて、まあ、これちょっとどうかなって思っちゃったりもするんですけどもあのー、優先順位 をつけるっていうのはまあその時点でもうそのやることがいっぱいになっちゃってるっていうことにはなるんでその優先順位を作んなくていい仕組みまあ先ほど言ってたその早くやっておくっていうこともそうだったりもするんですけどもその先送りをしないで済む方法を考えなければいけないっていうのがまあ大事なことであって、まあ、その仕事術っていう まあ言い方的に言うとなんかその仕事を効率化しないといけないとは思うんですけどもどちらかというとまああの時間の方をきっちりとコントロールまあ私の言ってることとちょっと矛盾してるかもしれないんですけどもその後ろの時間はしっかり空けておくっていうその先送りを しないで済むように余裕を持たせておくとか、えー、そうならないようにどんどんやっておくという、まあ、仕組み作りが必要なんじゃないかなというふうに思ってます。ということでまあ3つ目も同じこと言ってるんですけどもまああのー、これはまあダッシュ法っていうことに関してなんですけども、えーまあ、集中するっていうのは、うん、私自身正直なところ 仕事とか、まあ一生懸命やらなきゃいけないことっていうのは、もうそ,そもそも仕事であって、あの、どれかを集中して、どれかを集中しないっていう考え方そのものが、まあちょっと矛盾しているというか、うん、とにかくは早くやって、早く終わらせればいいっていう、まあそちらの方にこう注力するべきなんで、 まあ、あえてこう集中しなきゃいけないとかっていうことではないような気がしているんですね。なので、その、集中すべきところはきちんと集中するんですけども、まあ、これも同じように、その、その以外の時間っていうものをどうやって確保するかっていうところに頭をこう切り替えていった方がいいんじゃないかなと。まあ、要は効率を いくらこう高めてもせいぜいこう数秒とか数分の世界であってその余裕を持つっていうのはこう数十分とか数時間とかっていうそういう単位の話なんで、まあ、そういうことに対してこう頭を働かせた方が、まあ、私はいいんじゃないかなというふうに思っています。でまああのー、日本人的な考え方かもしれないです あの要はそ,のそんなにこう急いでどうすんだそんなの明日でいいよみたいな考え方的な、うん、文章ではある、まあ、要は外国の方が書かれている本なんで、まあ、そういう考え方も、まあ、本当はいいなとは思うんですけどもどうしてもこう日本的に考えるとアクセクしていて早くやんなきゃいけないみたいな、まあ、そういう考え方も持ってなきゃあの対応はできないんで。 どちらかというと、こう、前にどんどん詰めちゃって、後ろは開けておくという考え方が必要なんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、私の感想でした。まあ、あの、本は全く逆のことが書いてあります。あの余裕を持って仕事をしましょうみたいな、まあ、そういう本ではありますので、まあ、ちょっと読んでみて、まあ、言ってることと合ってるかなとか、まあ、どっちが、 正しいみたいな話になるかもしれないんですけども、まあ参考にしてみてください。ということで、えー、動画は以上となります。今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。運たかしがお送りしました。それでは。